少女には向かない職業は、桜葉和樹の小説作品。山口県の小さな離島の中学校に通う、中学2年生、大西葵は、クラスでは明るく友達も、そこそこいる、ごく普通の少女だ。しかし家に帰れば、無職で毎日酒ばかり飲んでいる義父と、仕事で疲れて帰ってきては愚痴をこぼす母親との、暮らしに苦しんでいた。 学校では友達にそんな悩みを打ち明けることもできず、明るく振る舞うことしかできない日々が続いていた。やがて学校は夏休みに入った。その初日、葵は互いにゲーム好きな男友達、田中ふーったと下関市にあるゲームセンターへ遊びに出かける。彼と別れ家に帰る途中、葵は島で迷いヤギを見つける。ヤギの姿に自分の境遇を重ねた葵は、 無性に怒りを覚える理由もなく、ヤギを殴り、痛めつけた。その時、それ、ぐらいにしておいてやりなよと声がした。振り返ると、同じクラスの女子、宮野氏も静かがそこにいた。普段はクラスでも目立たない静かだったが、葵はその時彼女の異様な存在感に気づく。静香は、今、港で水死体が見つかったから見に行かない。と葵を誘う。こうして、 青と静か二人の奇妙な関係が始まった。東京草原社から2005年9月に観光。2006年5月よりギャオでネット配信されたギャオオリジナルドラマ。全十話。2007年2月に DVD 発売。2008年1月に桜葉和樹の直木賞受賞を記念して再配信された。ありがとうございます。